飯田城は長野県飯田市にあった日本の城。江戸時代には飯田藩の藩長が置かれた。13世紀初めに品濃国稲群軍,軍こそを飯田里の坂西氏により築かれたと言われる。天正10年3月の武田氏滅亡後、稲郡は小高新、毛利長秀に与えられ、長秀は飯田城を拠点に稲郡支配を行う。同年6月の本能寺の変により発生した。 天正神後の乱を経て、三河国の徳川家康の支援を得た、下城頼康が、飯田町を掌握し、後に、菅沼忠義が入城した。徳川勢の関東違法後には、再び、毛利秀頼が入り、その娘婿の京国高知に継承され、この頃に、近世城郭としての姿が整えられた。江戸時代になると、小笠原氏一代、脇坂氏二代と続き、 関文十二堀ちかまが二万国で、下付から山より入法し、以後明治維新まで、飯田城に京構えた。坂西氏が飯田に入部。坂西氏ははじめま原宿のあたりに住居を置き、後に飯坂に、あたご城を構えた。坂西氏の出自は、はっきりしない。地頭として、飯田に来たとも言われるが南北朝時代まで飯田座との地頭は、阿蘇沼市であり。坂西氏は、 召喚ですらなかった可能性もある。四国阿波の坂西氏とどんな関係があるのかは分からず、阿波守護であった小笠原氏と何らかの関係があったとも言われる。坂西氏はより広い用地を持ち展望の利く要害の地を求めて飯田城を築いて移った。この時その地は山伏の修行場となっていたので、阿多ご城の土地と交換したと言われる。1554年。 武田信玄が下稲に侵入し、以後30年間武田氏の領となる。武田氏は南三河国に侵攻するため、高遠、大島、飯田を拡張して重要な本拠地としたので、飯田城には武田氏式追記様式が残っている。1582年、織田信長が武田氏を滅ぼし、稲軍を手に入れた。城は、 天竜川の支流の松川と野底川に挟まれた貸し岩球の先端部分を利用して築かれた平山城である。縄張りは城郭の東部に本丸を置き、断崖に面して西部に向かって二の丸、桜丸、出丸と車を配していた。建造物としては東西南北100メートルの規模で土塀に囲まれた本丸五殿を中心に七棟の建物が建てられていた。明治維新後は城内に 筑区県の飯田市町が置かれた。飯田城の遺構はほとんど残っていないが、本丸跡は1880年に創建された長姫神社の境内となり、石類、空堀、土類の一部が残っている。二の丸跡には1921年から1982年まで飯田町姫高校があり、長姫高校の金江町移転後の1989年から飯田市美術博物館がある。 藩主の館のあった桜丸跡は長野県飯田合同庁舎として利用され、わずかに桜丸水の手門の石垣が残っている。建物としては赤門とも呼ばれる飯田城、桜丸五門が城内に、桜丸の役員門が飯田市上里別府の共造寺に、馬場町連城の門が飯田市万馬町三丁目地内に、それぞれ移築されている。また、 文六年間の建築とも言われる、八軒門が、飯田市松奥井の民家に移築されて現存する。飯田城桜丸五門藩、田代桜丸五門は桜丸の正門であり、塗られた、ベン柄の色から赤門とも呼ばれている。法暦三年八月に工事が開始され、法暦四年に完成した。屋根は、入りもや作りであり、妻飾りは、狐格子とかけ魚とする。 間口の中央に2枚の開発度があり、大手町小学校から見て、左側に小さなくぐり板戸が付けられている。門の脇には別屋根が掛けられた板書が突き出しているが、このような例は長野県唯一である。飯田城に関連する建築物としては、唯一桜丸五門だけが建築当時と同じ場所に所在する。長野県で建築当時と同じ場所に所在する城門は、 小室城の大手門と三の門、上田城の藩主巨漢表門、飯田城の桜丸五門の四例のみである。明治時代の廃藩地県後には、飯田城の構造物の大半が取り壊されたが、桜丸五門は取り壊されることなく生き残った。飯田県庁舎、筑間県飯田市所、下稲郡役所、下稲地方事務所の正門として用いられていた。1971年に、 長野県飯田合同庁舎が完成すると、通用門としての役目を終えたが、地元の要望でそのまま残された。1985年には、土台や、塀の修理、色の塗り替えなどの大改修が行われ、同年11月20日には、飯田市有形文化財に指定された。その時から、扉が開けられることは一度もなかったが、桜丸御殿の夫婦桜が見ごろになるのに合わせて、 1999年3月には14年ぶりに、開門された、飯田藩書大藩主の、脇坂安源は、無類の桜好きであり、三田の48岩の桜として、飯田藩内の寺院や祠に、多数の桜を植えている。志士である、脇坂安史教の死後、脇坂安源が養子として、脇坂安都を迎えた際には、五殿の庭園の中心に2本の桜を植えた。娘と、 婿殿の婚礼のために植えるのだから、仲良く近くに植えた方がいいとの配慮から、日本の桜を近くに植えたのである。脇坂安言屋庭氏は日本ともしだれ桜であると思い込んでいたが、実は片方がしだれ桜、もう一方は江戸彼岸だった。近くに植えすぎた日本の桜は、次第に根元が結合し、夫婦桜と呼ばれるようになった。 一本の桜が二種類の花を咲き分けているように見えるのが特徴である。しだれ桜と江戸悲願の二種が合体しているのはとても珍しいとされる。2012年時点の推定樹齢は400年。高さは20メートル、根元の幹回りは10メートル。城下は谷川橋を境に、京北五町、京南十三町に分かれ、前社が三州街道の宿場町の機能を担った。問屋は、 天馬町と桜町にあり、月初めの10日は天馬町が、残り20日は桜町が天馬役を務めた。江戸時代中期からは、中馬輸送の中継地として栄え、入り場千匹、出馬千匹と歌われるほど、人馬や物資で賑わった。法暦3年の、畜馬の政子には、堀山と守る様五条家、法二万国、昔は、大屋の五条家の良し、町続きはよく、 五番割りにして、京市を見るがごとく、入り口はたご町あり、それを通り抜けて、谷川という橋を渡りて、本町に入る。それよりお城大手の前へかかり、五条は町の左の肩にあり、花肌に,にぎにぎ,ぎしき町なりとある。ありがとうございます。